はい、皆様聞こえておりますでしょうか。聞こえてますか。アヌビスゾーンオブザエンダース始めていこうと思います。よろしくお願いします。聞こえてます。一応こ大丈夫そうですか。お、聞こえてます。ありがとうございます。はい、アヌビスですね、2003年に発売された、アクションゲームになってます。はい、コナミから発売されて、で今回走る、マーズっていうのは2018年に発売された、リマスターになってます。まあ、今回ちょっとこのマーズで走ろうと思ってます。はい、でちょっともうすぐに始めるんですけど、少しだけ、あ、大丈夫です。今なんかこっちのパッドも画面が止まってます。はい、大丈夫です。こっちのパッドなんか再読み込みのページ出てるんですけど、触って大丈夫ですか。はい、 OK です。OK ですか。はい、聞こえてます。すいません、大丈夫そうですか。はい、ちょっといろいろバタバタしてますがご了承ください。聞こえてますかね。はい、ありがとうございます。助かります。そしたら、このゲームちょっと改めて説明すると、2003年に発売された、ハイスピードロボットアクションゲームになってます。でこの2018年に発売されたマーズというバージョンで、今日は走っていこうかなと思ってます。で最初に最低限のちょっと説明だけさせてください。今映っているのが、主人公の機体になるジェフティーです。このジェフティーを操作して、敵を倒しまくっていくゲームになります。で今映しているのがトレーニング画面で、まあ、ジェフティーですね、特徴的なのが上下左右360度、まあ、重力を感じさせない動きが可能です。で操作自体はシンプルでして、まあ、ボタン一つなんですけど、まあ、遠くだと射撃、近くだとブレード、まあ、結構直感的に操作ができます。でダッシュしたり、まあ、敵のガードを貫通するバースト攻撃なんかが特徴です。まあ、この辺りをうまく使って敵を倒していきます。あと一番これ覚えておいてほしいのが、つかみ、敵を掴んだり物を掴んだりして振り回したり投げたりできます。これがまあとにかく強いんで、まあ、RTA 中はこれで敵をバッサバッサ倒していけたらなと思ってます。はい、すごい簡単ですが説明終了です。でストーリーの説明とかはかなり最低限になってしまいますんで、そこだけご了承ください。はい、で今回ニューゲームのエニーパーセントとなっていまして、ニューゲームで始めていきます。で今見えてるのは、操作方法を選べますってやつですね。まあ、好きな方でいいんで、まあ、下の方を選びます。で難易度はイージーです。まあ、難易度が変わると敵が強くなったりしますが、まあ、今回イージーでいきます。はい、今見せてる画面はジェフティのバージョンを選ぶ画面です。まあ、下に行くほど強くなるんですけど、一番上のジェフティで始めていきます。はい、で最後、ここサブウェポンを持ち込むか持ち込まないか、サブウェポンっていうのは作中で手に入る武器ですね。まあ、これを持ち込まない状態でスタートしようと思います。はい、でこのゲームここを押した瞬間からタイマースタートになります。で1点だけご注意なんですけれども、このゲーム 3D 酔いの対策結構丁寧にしていただいてるんですけど、すいません、私の運転が若干荒いのでそこだけご注意ください。はい、じゃあそれでは始めていこうと思います。5秒カウントを取らせていただきます。大丈夫そうですか。いきます。5、4、3、2、1、スタートです。よろしくお願いします。まず主人公はディンゴという男になりまして、この男を操作するんですけれども、まあ労働者ですね、ディンゴは。
今作業用ロボットで、進んでます。まあ、これが、まあ、今重力に逆らえてない、本当の労働用ロボットなんですけど、まあ、強い反応があるというところでその反応の先に向かっていきます。まあ、その反応の先にですね、ジェフティという、まあ、さっきのロボットがいます。まあ、もうすぐですね、ここで翼を授かって重力から解放されます。はい、ここからいよいよ本編開始ですね。今裏で喋ってる女の子、この女の子が、このジェフティに搭載されている戦闘用 AI です。名前をエイダって言います。このエイダ、結構ですね、私プレイヤーもしくはこの主人公のディンゴをですね、非常によくサポートしてくれますので、まあ、結構重要なキャラクターになってきます。で、今襲いかかってきている敵は、バフラムという組織です。まあ、バフラムは敵とだけ覚えておいてください。バフラムは敵で、この後早速バフラムの、敵と戦うんですけど、ボスですね、ボスと戦うんですけど、そこでとてもなんていうかな、有名なセリフが入ります。が今回はちょっと団長の思いでスキップさせてください。申し訳ございません。ここでですね、その女の子が、ハイダラって叫ぶんですね。でもそのハイダラっていう言葉自体はすごく有名で、ちょっとこのゲームの、まあ、代名詞的なところにもなってます。まあ、ハイダラっていう言葉に深い意味があるかっていうところは、まあ、そんなにないらしいですね。で、ここはバーストを主体に攻めていって HP を削り切ったら終わりです。うまくいくかな。ハイダラ OK 決まりました。これで終了です。で、ここからはバフラムの戦艦に乗り込んで、敵を倒していきます。まあ、なんでディンゴが、まあ、労働者のであるディンゴがバフラムの戦艦に乗り込んでるのかっていうところは、まあ、ちょっといろいろ理由があるんですけど、まあ、ちょっとその辺はおいおい喋っていきます。最初めっちゃ忙しいん でこの辺から、つかみをどんどん利用して敵を倒していきます。ここも敵を掴んで最初に破壊して、若干下ってますが、まあ、ギリ隊ですね。 OKOK。 で、このあとまたボス戦があります。ネフティスというボス戦ですね。ここは普通にやっては勝てないんですけど、周りにある棒、シャフトを投げまくると、終わります。まあ、棒が刺さって終わってくれるはず。あ、終わりましたね。 OK です。で、いよいよ、タイトルにもなっているアヌビスとの戦いです。最強のアヌビス、まあ、こいつに勝って、このゲームクリアとなるんですけど、ここは負けイベントです。勝てません。で、このアヌビス覚えておいてください。このアヌビスを倒す、そしてこのアヌビスに乗ってるパイロット、ノーマンを倒すっていうのがこのゲームの大きな目的になってきます。まあ、ちょっといろいろ理由があってやつを倒す必要があると、まあ、一旦それだけ覚えておいてくれたら大丈夫です。若干下りつつギリギリな、まあ、この辺ももう基本的にはつかみと、あとはバースト攻撃ですね。結構このバースト攻撃一発で解決できるところは、まあ、もう先に溜めて出待ちして倒してます。結局これが一番早いっていうところで、ちょっと残りましたね。結構チャート通りにやってもこのゲーム毎回やるたびに顔が変わるぐらい敵の挙動が変わるので、まあ、大体運ゲー要素があります。まあ、ちょっとあまりにも終始お祈りをお願いしてると、さすがにもらいすぎな気がするので、少しぐらいは自分の運で頑張ろうとは思ってますが、応援のほどよろしくお願いします。この辺も敵の動きで結構タイムが変わってきますね。一応棒を振り回すのが一番強いんですけど、まあ、つかみとかブレードとかっていうのは、まあ、臨機応変に使っていく必要がありますと。で、さっきちらっと話したんですけど、このゲームの世界観では、パイロットのことを、ランナーって言います。まあ、なんでちょいちょいランナーって言葉使うんですけど、まあ、パイロットのことを言ってると思ってください。で、このゲームはなんかゲームの中でなんかすごいうまくいく画面がある場面があると、まあ、天才ランナーって言って褒めてくれる部分があるので、もしうまくいったところがあったら
そういう感じで言ってくれると安心します。まあ、ここも棒で叩いて棒を補充したら上に行って湧いた敵を倒しますね。これは若干下り気味です。ここまで機嫌が悪いのは若干珍しいんですけど、まあ、あんまり想像はしたくなかったですけど想像はしてました。でここからすいません、お祈りをお願いいたします。ここマジで運ゲーなんでお願いします。ここからこの今連絡してる男がなんていうかですね。6、めっちゃ大丈夫です。6なら大丈夫。ここ5か6が当たりなんですけれども、1っていうだけでリセットになります。まあ、何をしたかっていうと、男が助けを求めてくるんですけど、まあ、その男の場所が完全に運で、もう1っていうだけで20秒30秒ロスしてしまうので、今のは皆さんのおかげで助かりました。まあ、多少前半ぐだってたんですけど、まあ、なんとかいい感じですね。いやもうここだけ本当に心配してたのと、まあ、僕じゃどうしようもなかったん で今助けてるテイパーについて補足します。このテイパーっていう男はですね、あの連合軍、地球連合軍の男になっていて、まあ、このバフラムにですね果敢に潜入してたという男になります。若干いつもと違う動きをしちゃったが大丈夫ですね。まあ、このテイパーを助けるっていうのは後に重要になってくるんで、まあ、ちょっとね今はいやいやですけど助けてあげます。あとは敵をまとめて倒したら、ここは終わりですね。まあ、さっき言ったアヌビスを倒すっていう目的のために、まあ、今から火星に向かいます。負けイベントの後いろいろあったんですが、でここからは、先ほどテイパーにですねサブウェポンというアイテムをもらいました。まあ、いろんな行動をサポートしてくれるんですけれども、まあ、このゲイザーっていうサブウェポンは敵を拘束することができる。まあ、この敵を拘束できることを利用して、まあ、掴みにくい敵も掴んだり、まあ、そういうことをしながら敵を倒していきます。これで終わりですね。まあ、早速絡まれたんですけど終わりです。で目まぐるしいんですが次ボス戦です。ビッグバイパー戦ですね。このビッグバイパーに登場しているランナーはレオステンバック、過去作の主人公になります。まあ、ちょっといろんな理由があってジェフティを返せって言ってきてるんですけど、まあ、ちょっとこっちにも返せない事情があるので、まあ、ここはディンゴの大人の戦い方を見せてなんとか納得していただこうと思ってます。はい、これが大人の戦い方です。ここでバースト攻撃をすることで、はめ続けることができます。ここバースト攻撃以外しちゃダメです。ここバースト攻撃以外すると逃げちゃうんで、はい、これで終わりです。でここですね、今ので、レオ君はですね、ディンゴのことを認めてくれます。まあ、あなたの腕は確かだった、認めてくれて、仲良くなって、まあ、これから一緒にアヌビスを倒そうぜっていう感じになりますね。で、今のレオ君が新しいサブウェポンをくれます。このガントレットっていうサブウェポンで、まあ、敵を遠くに追いやれる、吹き飛ばせるんですね。で吹き飛ばして壁にぶつけることで、ダメージを出せると。まあ、このガントレットを今後結構使っていくので、まあ、しばらくはこれを連打するゲームにはなりますね。でここもいい感じの位置でバーストを貯めていい感じに打つと。このいい感じっていうのが大事で、ちょっとでも位置が悪いと敵が全然来てくれなくてベラボーにタイムがかかってきます。まあ、今回いい感じでしたね。ちょっと前半の遅れを取り戻せるかなってとこですね。でここから、進むため前に進みたいんですけど、進めません。鍵がかかってます。なんで、まずは敵を倒して、まあ、奥に進んでいくと。左右に、ゲート、なんていうかな、壊したら鍵が開く施設があるんで、まあ、そこでちょっと敵を倒しつつ進んでいきますと。でここも基本的にはガントレットを連打するだけといえばそれだけなんですけど、まあ、ガントレットを連打するっ
ていうのは、まあ、壁にぶつけないとあまり効果が薄いので、まあ、それをしっかり狙っていきます。結構それが立ち位置とかが難しくなってくるので、あとはロックオンですね。ロックオンがとにかく荒ぶるので、それを制御しきるのもちょっとランナーの仕事になってきます。まあ、今回はまあ普通かな、普通です、普通で。ここで今回は大丈夫かな。たまにですね、ここでゲームクラッシュするときがあって、ちょっとそれにビビってちょっと EST 長めにもらってたんですが、今回大丈夫そうですね。 OK です。今ので施設を1個破壊したので、もう1個破壊すれば、前に進めます。ちょっとねだいぶ世話しないんですが、一応このゲーム普通にうまくいくと40分ぐらいで終わります。何事もなければ。ただまあ先ほどからお見せしている通り、かなり敵の動きに左右されるところがあって、まあ、それをなんとか御しきれれば、まあ、いけるかなという感じです。一応世界記録は38分44で、私が持ってますが、まあ、それもついこの間の記録で、まあ、このゲームを申請した時はまだ41分42分とかだったので、ちょっと当時とはいろいろとチャートも変わってます。あと説明しとくことは、今ですね、倒す敵を選んでます。このロックオンした時に鍵のマークがついてる敵、この敵だけ倒すようにしてるんですね。まあ、それを倒せば先に進めるので、まあって説明しましたけど、ぶっちゃけ今目に見えてる周りの敵は全部倒します。全員鍵がついてるので。伝わりますかね。なんかロックオンした時に若干ね鍵のマークが出るんですよ。はい、これで2つ目終わりですね。めちゃめちゃマスクが気になる。ちょっと出遅れましたが、おお、あんまないんですけどねこれ、ここはバーストで貯めて、ガントレットで処理していく。これで終わりです。この後前に進んでいきます。でダッシュについて補足しておくと、ダッシュなんですけど、長押ししてると今みたいにめっちゃ速くなるんですね。連打してる時の方が速いんですけど、距離が長いところでは長押ししてます。長押しとダッシュを使い分けて、まあ、ちょっとでも右手をいたわってるって感じです。この乳酸をコントロールするのが地味に大事なので。でまたネフティス戦です。で今度ネフティス棒がありません。棒がないのでちょっとしないミスをしてるんですが、大丈夫ですね。棒がないので縦で防いで攻撃タイミングを作ってます。で2ターンで終わると早いんですけど、ちょっと怪しいかも。なんか3発目がすっぽ抜けてる。まあよしとしてください、今ので。で後半戦です。後半はパネルすらありません。パネルすらないので、周りのバリアみたいなところに貼り付けて敵を攻撃タイミングを作っていきます。若干ネフティスの動きが怪しい。ここも割と運ゲーなんですよね。ちょっと落ち着きます。あと1回で終わるはずなので、はい、失礼しました、終わりです。まあギリタイですかね。で結構ベラベラ喋り続けてきましたが、まだまだ続きます。今度市街地での戦いになりますね。今いるのはここ市街地なんですよ。火星の人が普通に住んでます。火星に普通に人が住んでるんで、まあ、できるだけ被害を出さずに、クリアしようというイベントになってますね。RTA 的には、休憩です。まあ、敵が湧く場所が決まってるんで、まあ、それに合わせて、さっきのゲイザーを合わせて、まあ、撃つと。まあ、これだけです。まあ、存分にマスクも直せるんでちょうどいいですね。で、まあ、ちょっと暇なんで、あれだな、ストーリーの説明、ちょっともうちょっとさせていただきます。ちょっとさすがに雑だったので、アヌビスを倒す、ノーマンを倒すっていうのが目的であることは、変わりません。なんですけど、まあ、なんでそれをするかっていうところですね。もうちょっと説明すると、
このアヌビス、まあ、ノーマンがですね、まあ、ちょっとよからぬことを企んでるんですね、まあ、ちょっとこの、まあ、かなり雑な説明ですけど、まあ、この宇宙を破壊するというか、まあ、征服するというか、あ、1体残しちゃった、なんですけど、そのために、ノーマンは今ある兵器を開発中です。まあ、その兵器っていうのが、アーマーンっていう名前なんですけど、まあ、これを完成させない、まあ、もう完成してるのか、まあ、それを使わせないために、今地球の人たちとか、まあ、ディンゴとかは、頑張ってます。まあ、なんで彼を止める必要があるということですね。ただディンゴは若干別の目的があって今戦ってます。実はですね、ディンゴ、ただの作業者、労働者って言ったんですけど、実はですね、労働者の前にちょっと裏の顔がありまして、元バフラムのランナーだっていう顔があります。元バフラムのランナーでノーマンの元部下だったんですけど、まあ、ノーマンにですね、まあ、いろいろと裏切られてしまって、まあ、仲間も殺されちゃってみたいなことがあって、まあ、今その因縁のために戦ってるっていう感じですね。まあ、これも結構雑な説明なんですけど、ちょっと許してください。で、今そ のアーマーンを潰すために、まあ、ある兵器が必要で、その兵器を今から取りに行こうと思ってます。まあ、その兵器の名前は、ベクターキャノンって言いますね。まあ、そのベクターキャノンを持ってるのが、テイパー、さっき助けたテイパーですね。はい、100% で OK、 終わりです。今ですね、一切被害なく終わったんで、今のところで 100% だと、エイダに、天才ランナーって言ってもらいます。で、ここからが列車戦ですね。列車を潰す、まあ、物騒なミッション始まったんですけど、列車を潰すのには理由がありまして、この列車バフラムの列車です。バフラムの兵器が山ほど積んであって、まあ、この大量の兵器がですね、テイパーの元に向かってます。これはさすがにかわいそうなので、まあ、こっちで破壊してあげようというミッションですね。で、破壊するために使うのはダッシュ中に撃てるダッシュでホーミングレーザー、あとさっきしれっと取ってた、このファランクスというサブウェポンで壊していきます。ちょっとミスったが、いるか、まあ、ファランクスの使いどころになるん で、そうです。ファランクスはなんかショットガンみたいな散弾銃、針を大量に飛ばすサブウェポンですね。ちょっと待ってくださいね。列車から地味に攻撃をされてて、まあ、普段はあまり当たらないんですけど、ちょっと今、あ、でもなんとか終わりました、ね、ちょっとかなり敵が張り切ってるんで、こっちも気合い入れていきます。普段はもうちょっとナスがままにやられてくれる感じですね。で、今右上にタイムが出ていて、このタイム、まあ、制限時間以内にクリアできれば OK です。まあ、実際はそんなにかかんないですね。1分半ぐらいで終わるんですけど、まあ、今回はちょっと過ぎてるかな。車両を倒した後はガントレットで敵を倒して最後終わりですね。はい、終わりです。で、この後いよいよテイパーと合流して、ベクターキャノンもらいに行きます。なんですが、ちょっと雲行きが怪しいですね。みんなやられちゃってますね。誰がやったんだというとこいつです。3回目ネフティスです。また出てきます。まあ、今回パネルすらないので、ガントレットと敵を盾にしてできるだけそれで攻撃タイミングを作りますね。で、この辺のくぼみにはめる感じで、もう殺しきれるかな。OK、で、倒した後に、ハイダラちゃんと合流します。一番最初のケンマリネリスと合流するんですけど、来て早々さっきのネフティスの AI に、乗っ取られちゃいます。なんで今それをデリートしてます。おお、いった。ここ3回で連続で掴めるとめっちゃ早いです。今の最速ですね。ちょっとかなり難しいんですけど、今のいけました。で、ここからは、RJ と、彼女を上に引っ張っていって終わりです。で、ここからは新しいサブウェポンを手に入れたので、これを使って敵を倒していきますと。
遠くの敵をつかめるウィスプというサブウェポンになります。まあ、このウィスプがですね、まあ、とにかく強いです。このゲーム敵をつかむのが強いって説明させてもらったんですけど、まあ、遠くの敵をつかめるんでもう一番強いと言っても過言ではないですね。まあ、イージーだと最後の方はあんま使わなくなるんですけど、ちょっと敵が張り切ってる。 OK、 イージーだとあんま使わなくなるんですけど、まあ、難易度が上がってきたり通常プレイだとかなり重宝すると思います。これで終わりです。で大きく画面変わって今飛んでるところ一見何もないように見えて、実はちょっとでも道を踏み外すと、ゲームオーバーです。本当はこの剣の指示を聞いて進むんですけど、今回はあの道を覚えてますんで、特にそれは気にせず進んでいきます。まあ、なんで私が飛んでる通りに飛んでもらえれば大丈夫かな、そのはずなんですが、死んだらごめんなさい。で今何をしようとしてるかっていうと、ジェフティを強くしないとアヌビスには勝てないよねっていう話がありました。まあ、なんで今強くしに行こうとしてます。でその先強くしに行くっていうのはどこに行くかっていうと、あのシステムエンジニア、すごいあの有名なシステムエンジニアがいて、そのおじいちゃんのとこに今向かってます。まあ、そのおじいちゃんの元に行こうとしてる結果この邪魔という感じですね。まあ、そのおじいちゃんの趣味でここの要塞がすごい武装されているので、あ今一瞬映りましたね今のおじいちゃん。でここからはさっき取った最強のサブウェポンハルバードで大体無双していくゲームになります。ハルバードが前方にまっすぐ射撃する武器になるんですけど、この武器をできるだけうまく使っていく、これがもうタイムを決めてきます。ちょっと疲れたんで次の説明はエイダに任せます。はい、ですね、周りから壁が迫ってきます。この壁に挟まれるとゲームオーバーです。まあ、RTA 奏者が挟まれるなんてことはないんですけれども、過去に 1,2 度だけ記録をここで潰されたことがありますので一応気をつけます。今日ちょっと流れが怪しいんで、あの僕が気合い入れないとなんで気をつけていきます。基本的な戦法はさっき説明した通り、もうハルバードで倒す、これだけですね。でハルバードはですね強いんですけど、一応デメリットもあって、ハルバードまずロックオンができません。でゲージの消費もめちゃくちゃ激しいです。なのでそこに気をつけながら進んでいきます。結構このゲージ管理うまくやらないとあっという間になくなっちゃって意外に使えなくなるみたいな場面がちょっと走り始めの頃はあったので、まあどうやって管理してるかっていうと、ちょっとお見せします。こうやって敵を一列に並べて倒す、あとは回復アイテムを持ってる敵をできるだけ最後に倒す、このあたりを心がけながら、まあ基本的には無双していくという感じです。ここもゲージの節約のためにバーストを貯めて、まあ、基本的にはこのコードを合わせるっていうところ、まあ、ここが全てですね。もう回復持ちの敵を倒して OK、まあ、こんだけあれば足りますね。 OK です。ここも一列に並べて倒して、ちょっとここゆっくりします。でこの弾を壊しますね。めっちゃ説明遅れたんですけど、この弾から敵が無限湧きするので優先的に倒してます。いよいよインヘルト戦です。ここもですね、すいません、お祈りをお願いいたします。こいつがですね厄介で、このデコイっていうサブウェポンで釣りながらできるだけ与えていくんですけど、急にはしゃいでめちゃめちゃ逃げる時があるんで、今回は大丈夫か。実はここ本当はハメ技があるんですけど、あ今回いけましたね。本当はハメ技があるんですけど PS3 版でしかできないんですね。なんでマーズではそれができないので、今
なんとか通常プレイで倒そうという感じで。3発目がすっぽ抜けてんな。ちょっと、まあ、この辺はもう通常プレイなんですが、まあ、できるだけデコイで敵の動きを引きつけて攻撃する、まあ、これの繰り返しで頑張ります。そう、 PS3 版だとねハメ技があるんですけど、まあ、じゃあなんでこっちのバージョンで走ってんだって話なんですけど、まあ、単純に新しい操作方法が便利なのと、まあ、ちょっと処理落ちとかやっぱ少ないんで、まあ、基本的にはこっちで走ってます。でここはアヌビスが、また追ってくるんですが、まあ、ここは4回アヌビスを攻撃したら終わりですね。でアヌビスに勝つためにここに来たんですけど、今はまだ勝てません、強化が 100% 終わってないので、今は逃げます。はい、で飛んでいった先で、バフラムの戦艦と肩がぶつかったので、この戦艦を今から落としていきます。戦艦は5隻あります。でこの戦艦を落とすためにはベクターキャノンが必要です。ベクターキャノン、実はですね説明忘れてたんですけど、さっきのネフティスを倒した時に、取得してました。このベクターキャノンが、結構貯めるのに時間がかかるんですけど、その代わりこのゲームで一番威力の高い技になってます。まあ、なので戦艦も落とせる。ただ戦艦5隻に対してベクターキャノンを5回撃つのはロスです。なのでベクターキャノン3発で戦艦を5隻落とすっていうのをちょっと頑張ってみようと思います。ここはちょっともう僕が頑張るしかないので頑張ります。奥を倒して手前を倒す、これで2隻撃破ですね。あとは目の前に見えてる2隻を潰したら終わりです。まあ、同じ方法で潰します。でここでさっき取っていた最強のサブウェポン、ホーミングミサイルでちょっとセットアップさせてください。でここがちょっと後ろの戦艦の動きを見て位置を合わせますね。後ろの戦艦が煽り運転をしてて、その影響でちょっと位置を合わせるのに時間がかかります。今回いけるかな。ちょっと戦艦の動きが悪いんで3秒待ちます。いけるか。 OK ですね、終わりました、いけました。まあギリギリ OK です。今のでも多分通常プレイよりは早いと思います。でここからちょっとボス戦続くんで集中します。ちょっと足りなかったな。ちょっと操作ミスって前半のワンキルはできなかったんですけど、まあ、HP を半分ほぼ削り切ってるんで、まあ、ちょっとここはあとリカバリーして終わりにします。こいつは、HP を半分削ると、第一形態になりますね。あ、第二形態になります。まあ、ちなみに今のところ、ワンターンで削り切れなかったら再走してるんですけど、まあそんなに実はタイムが変わるわけでもないんですけどね、まあ、ちょっといつもそんな感じのノリでやってます。でバリアを崩したら、後半はまあ射撃がガンガン効くんで、まあ、あんま語ることないって感じですね。一応ノーマルモードよりも上のモードで倒すのは結構めんどくさいんで、ベクターキャノンで倒すのがおすすめですが、イージーだとホーミングミサイルのゴリ押しでいいと思います。はい、でまた場面変わりまして、荒野戦ですね、もうここまで来ました。思いっきり画面が変わってるんで一応説明しておくと、今、地球連合軍さっきのテイパーたちと合流して、まあ、これからようやくですねアーマーンを潰そうと思ってます。でこのアーマーンを潰すっていうところの前に大量の敵が出てきてるんで、まあ、今それを潰してますね。でここですね、右上の丸を全部潰せばいいんですけど、画面の揺れが激しいかも。なのでもしちょっと気になる方はあの右のマップ見ててください。マップの赤い丸が消えていく様子をまあ見ていてくれればいいかなって思います。一応ミッション的にはできるだけ仲間に被害を出さずにクリアするっていう場所なんですけど、
まあ、今回はこの赤丸を完全に消すことだけを考えているので、多分仲間はどんどんやられていっちゃうと思います。ただね、ランナーとしては心苦しいんですけど、ちょっとそこは心を鬼にしてやっていきます。まあ、でも RTA 的にはまあ割と休憩かな。はい、ちょっとね、もう実は結構終盤です。これが終われば終盤で、ここまでノンストップで喋り続けてきたんですけれども、皆さん伝わってますか？大丈夫そうですか？なんか前半ちょっとぐだってたし、なんかいろいろ気になることも多くて、僕としては今魅力が伝わってるかすごい不安なんですが、まあ、できることをやっていこうと思います。まあ、このゲームですね、まあ、このゲームの話するんですけど、まあ、今淡々とやってるんですが、もしですね、まだやったことないって人は一回触ってみてほしいなって思います。今いろんな媒体でこのゲーム出てますんで、結構やりやすいと思います。敵を倒して、まあ、なんていうかこのゲームの操作性みたいなところは多分今見せてて、まあ、ある程度伝わってれば嬉しいんですけど、多分実際に触ってみた方が分かりやすい部分も、まあ、結構あると思うんで、ぜひお願いしますね。ムービーはちょっとね、本当すいません、今回は全スキップしてるんで、本当ストーリーもいいんですけどね、そこ実際にやってみてください。ちなみにこのゲーム発売して19年経ちまして、来年で20周年になるのかな、ちょっと間違ってたらすいません、になります。私初めてこのゲームをやったのが17年ぐらい前になるんですけど、まあ、今でも色褪せない本当いいゲームだなって思います。ぜひお願いします。はい、17年か、ちょっとやめましょうかこの話。ちょっとなんか若干ちょっとなんか胸に刺さるものがあったので、まあそれだけ色褪せないゲームだっていうことですね。はい、ぜひお願いします。今走者もですね、ぜひ募集してて、まあ、いろんな人に走ってほしいなって思ってます。このゲームの RTA 結構まあラウン数に左右されて、まあ、大変なんですけど、まあ、いいタイムが出れば本当嬉しいし、結構その走っててなんか語彙がないな、楽しいんで、お願いします。イージーならまだやりやすいです。簡単です、イージーなら。僕これ今イージー走ってて、あと満足する結果が出たら別の難易度も走ってみようかなとは思ってるんですけど、まあ、まずはイージーで今こうやって記録の更新やってるんで、皆さんもぜひよければ RTA の方もお願いします。若干敵がとっちらかってますが、これで片付きましたね。まあ普通かな、普通ちょい早ぐらいで終わりです。もうここから終盤入ります。もうすぐ、タイム全く分かんないんでちょっと怖いんですけど、もうあと少しです。でここからジェフティが強くなります。さっきの強化が終わって強くなります。まあ、本来の姿を取り戻したっていう方がいいですかね。さっきのロイドのプログラムで、強くなって、まあ、まず、サブゲージがほとんど減りませんね。まあ、一応減ってるんですけど、ホーミングミサイルをガンガン撃っても、全然大丈夫になりました。まあ、あと、周りになんか呼気みたいなのが飛んでて、まあ、攻撃をサポートしてくれてます。まあ、なんで普通のジェフティよりもはるかに強いですね。まあ、そしてさっきからたまにやってる、まあ、一番の、まあ、改良点、一番ここが違うっていう部分は、まあ、もうちょっと後で見せるんですけど、ゼロシフトと呼ばれる、瞬間移動能力になります。これが、まあ、ジェフティとアヌビスにしか備わってない機能で、これがですね、まあ、一瞬ですけど光の速さで移動すると、光に近い速度か、亜光速で移動する、失礼間違えました、亜光速で移動するっていう技術になって、まあ、とんでも技術ですね。まあ、もうなんでこのアヌビスとジェフティは、まあ、他の追随を許さないぐらいこの世界では強い、ロボットになってます。でまあ、ようやくこれでアヌビスと対等になりましたね。まあ、アヌビスと対等になったので、まあ、あと勝てるかどうかはランナー次第というところになってます。まあ、なので頑張ります。
まあ、ここはそのあのジェフティーでまあ無双するだけなので、例えば基本的にはそれほど語ることはないかな。まあ、とにかくホーミングミサイルが強いですね。これで OK かな。ちょっとゲージが怪しいが OK です。ちょっとだいぶゆっくりいきました、すいません。だいぶ安定取りました今ので。ここでもうすぐ終わりっすね。もうすぐそのこの先にアーマーンがあります。ちょっと最初の方にちらっと説明したあのノーマンが作ってる巨大兵器、まあ、要塞みたいな感じです。なんか具体的な形はあんまよくわかんないんですけど、まあ、それを潰すために向かっていきます。でここの壁は、強い攻撃で壊して、ここですね。でここでベクターキャノンが見納めになります。ファイナルベクターキャノンです。ここのバリアを壊すためにベクターキャノンを持ってきたっていう感じですね、ストーリー的には。まあ、なんでここで使っていきます。あ、見納めですね、納め。いけ。ここは毎回こう言います。はい、ここからアヌビス戦です。アヌビス戦なんですが、こいつは偽物ですね。割とすぐ終わります。ここを終わらせて、ここから本番。ムービーがでいろいろあって、ジェフティー大破します。ジェフティー大破して、今ブレードとゼロシフトしか使えない状態で、このガチンコでアヌビスと戦っていきます。基本的な戦法は敵の攻撃を避けてバースト、まあ、何もしてこないときはこっちから行くって感じです。でここもですね、このアヌビスの動き機嫌次第で、まあ、大体タイムが決まってくるんで、まあ、結構ここも頼むって感じですね。本当攻撃を避けてバースト OK。 まあギリ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  OK か。ギリギリ攻撃を避けてバースト、まあコンボでいきますね。コンボでいって、今攻撃した直後にダッシュを連打したんですけど、今のでバーストを誘発しようとしてます。まあ、今回ちょっと最初しか成功してないんですけど、えらい動きが荒ぶってるな。ちょっと待ってくださいね、もうすぐ終わるはずなんで。終わりです。ちょっと機嫌が悪い。頑張ります。ここまでいろいろ説明してきたんですけど、このアヌビスの動きで今までのタイムがなかったことになります。まあ、逆に言えばこのアヌビスがいいといいタイムが出ます。なので最後応援のほどよろしくお願いします。いやもう本当にね、ここまで来てって感じなんですけどね。でさっきの戦いを経て、ジェフティーさらに強くなります。ネイキッドジェフティー、ほぼ全ての敵を一撃で倒せる。逆にアヌビスもめちゃくちゃ強くなってます。アーマーアヌビス、まあ、ここで最強のジェフティーと最強のアヌビスの最終戦です。応援お願いします。これを倒したらタイマーストップですね。基本的にはゼロシフト2回でバーストを誘発して HP を削っていくんですけど、あ、攻撃今できなかったな。あ、これです。今この遅延行為、この遅延行為を何回やってくるかで、タイムが決まります。ここまで来て、ここまで来てこれでタイムが決まります。一応2回までならまあまあ許す、2回までならまあ許します。ここはもう神風特攻で攻めていきますね。大丈夫か。こっちは急いでますね。まあ、破壊するのは太陽系だけでいいんですよね。僕のタイムについてはちょっとマジで。これ攻撃タイミングです。あ、ダメだったな。僕の動きが悪いな、すいません。これ僕のせいですね。これ完全に僕のせいです。ちょっともうちょっと頑張ります。まあ、ここの後に削り切れれば、まあ、ギリギリ OK って感じにしておいてください。
タイマーストップもうちょっと説明すると、ここクリアした倒した後にとどめを入れる演出が入ります。とどめを入れる演出を入れた瞬間タイマーストップですね。この後 HP を削り切って、はい、タイマーストップです。ちょっとすいません、ちょっといろいろとぐだってしまいましたが、これで終わりですね。あ、40分17、あ、タイム40分17なら、今世界2位相当だと思います。はい、一応結構ぐだってたつもりだったんですけど、まあ、うまくいきましたね。ちょっと最初、まあ、今もずっとそうだったんですけど、なんかいろいろマスクと か, なんか気になっちゃったり、なんかいつもと違う動きができなくてちょっと苦しんでたんですけど、なんか結果的には皆さんの応援に助けられました。はい、すいません、ありがとうございます。でちなみに最後のムービーちょっと説明しておくと、あの最後アヌビスを倒した後、アーマーンが起動し始めます。でその起動し始めたアーマーンをどう止めるかっていうところは、あ、皆さんの目で確かめていただければいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。これにてアヌビス、終了になります。一応 RTA 走者的にもジェフティのランナー的にもいい走りが、ちょっと僕はちょっと今微妙なんですけど、まあでも見せたい攻略とか見せれたん でちょっと皆さんに天才ランナーって言っていただいてるんで、よしとしたいと思います。ではちょっと締めの方入らせてもらいますが、ここまでですね、ご声援いただき本当にありがとうございました。もう終始運ゲーだったんですけど、まあ、結果的に40分前半で終わったのはかなり良かったかなと思ってます。で特にですね、あの今回私この走り私一人の力ではなくて、結構その海外走者の人たちにすごい助けてもらいました。で海外走者の人たち、私が今日走るっていう時に、まあ、コメントとかもくれて、あのすごい嬉しかったですし、まあ、今こうして無事に走り切れて本当に良かったなと思ってます。まあ、ちょっとねいろいろとお見苦しい部分もあったかと思うんですけれども、これにてアヌビス終了となります。はい、これで締めさせていただいて大丈夫でしょうか。はい、それでは、アヌビスゾーオブザエダースマーズ RTA は以上となります。ありがとうございました。はいだらー。